前回なんか作ら視聴者さんからナイスなアドバイスがあったんだ。そう、カズさんの天空トラップ、やっぱり不具合がいっぱいあったみたいだ。そんなわけでもう雲をそのままやっつけちゃうシステムに切り替えてみると、あ、やっべ、めっちゃ落ちてくるやんこれ。よし、なら久々にあのコーナーやってみようかな今日は。はいどうもこんばんは、かずくらでございます。冒頭で言ったね、このコーナーのことだよ。はい、ラムネサイダーさん、カズさんこれまで経験値がたまるようになったので、毎回今日のエンチャントコーナー的なやつやってください。いや、これ知ってて言ってんのかな。いや昔ね、本日のエンチャントコーナーみたいな感じで、まあちょっとやってた時あったんだよ。いきますか。よいしょ、レッツゴー。いやー、ほんと快適になりました。これみんなのおかげでね。あと線路幅もな。線路幅もちょっと広げないと。これもね、またね、線路幅広げるライブみたいな。をやるから。昨日は昨日で、鉄100個取るまで終われませんライブみたいなのやったんだけど、ライブ配信機能がちょっと良くなってさ、みんなのチャットするでしょ。いや、カズさんかっこいいっすねとか、イケメンですねみたいな、するだろ、するよな。それがね、また配信後でも見れるようになったんですよ。いや、それすごいよね。ポチ。押せんかった。よいしょ。いや、革命ですよ、これ。ちょっとね、Twitch とか、ニコ生っぽくなったっていうと分かりやすいかな。後からでも、みんなのチャットを見ることができる。いや、面白い機能だよね、これは。いや、ほんと、みんな、コメありがとう。今回のこの本編に対するコメも嬉しいし、チャットの時のみんなのコメもすごく嬉しい。本当ありがとうございます。ぽい。早速沸かしちゃおうかな。あれ、まだ生き残ってんの？なんで？いや、大体成仏するんだけどね。はい、成仏。さあ、なら本日のエンチャント何にしようかな。本にエンチャントでいいか？本にエンチャントと、あと私が持ってる衣類にもね、エンチャントをしたいってのもあるんだけど、耐久3あるよな。いや、この靴がね、水中歩行火炎対戦、いや、全然いらない。ついてないんすよ。ほんで、革でね、直さないといけない。これ後でやろうか、ちょっと。落下耐性のやつもある。よし、これもつけたろ。今日のエンチャントコーナー、まずはね、本に対するエンチャントをね、2回ほど。ぽい。おお、範囲ダメージ増加3。お、これ金につけるやつだ。射撃ダメージ。はい。ほんで、あとは、ちょっと靴脱ぎまして、まず靴の補修ですね。靴の補修に、オッケー。ほんで、さらに、耐久のエンチャント本をつけます。めちゃめちゃ良くなってる。いや、こんな感じでちょっとね、少しずつ直していかないといけないな。これなんだこの指輪は。こっちの方が明らかに大丈夫か。パツパツになってんなあれ。いや、もういらね。もうやっぱめちゃめちゃ脇良くなった。あれだな、持ってきてね。剣持ってきてくのを忘れた。強い剣ちょっと作っとかないといけねえなこれ。まあ、こんな感じで簡単に成仏させれるんですよ、これ。いや、本来剣でやるべき。で、上も、雲いるけどさ、あれも多分すぐ成仏すると思う。いや、脇効率素晴らしい。成仏。まいったねよ。よく寝た。いやー、よかった。さあ、戻ろう。まあ、ちょっとたまにね、やっていこうかと思います。今日のエンチャントコーナーは。いや、でも、もうちょっとな、なんか敵集まるようにうまいこと工夫したいよな。どうやったら一マスに集めれるんだろう。いや、まだまだ研究は必要ですね。ただいま。帰ってきたぜ。さあな、本日、素敵なアイディアがね、私の手元に届いてきてんので、そちらご紹介いたしましょう。いや、これすごい。N コータさんですね。温泉お湯だまりだけじゃなくて、お湯が足されてる感じにしてほしいと。なるほど。いやー、それはね、ナイスアイディアだと思う。いや、確かに現状がね、お湯が溜まってるだけなんですよね。よろしくないよね、これ。わかった。これはちょっとね、盲点だった、さすがに。ちょっとそれ今からね、考えていこうと思います。とりあえず、ここ自体は偶数なのかな。1、2、3、4、5、6つ。あ、ここ偶数なんだ。で、こっちは奇数になってんだな。いや、偶数。んなら、2マス分。ここだな。なるほど。オッケー。それはちょっと考えた方がいいよな。2マス分、お湯が流れるような感じにした方がいいってことで、よろしいよね。どうするといいんだろう。こうなのかな、普通に。こういうことだと思うんだけどな。こんぐらいするとちょっと柔らかくなるか。はい。うん、なんか違う。ここは普通につなげていいのかな。それ考えるとこ、ああでもやっぱ違うな。オッケーオッケー。せめて123456788一旦ここまで貼ってみよう。こういうこと。ああこれ、ああ惜しい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 。違う違う違う、こっからだ。あ、こうやって入るか。来ました。これっすわ、完全にこの状態っすわ。あとは水の傘的にここら辺からかな、2段目にするのは。オーケー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 。切ってるよー。あとここ一工夫だな。いや何にしようこれ、これ何にしよう。てかこれなんだろう、なんか変に木が残ってる。成仏してないなこれ。どっかあった、こんで成仏するだろう。あお前ら顔よく見せな。なるほど。いやできればね、石像系でいきたいから、石像って言ったら何やるだろう。いやでも、いやライオンとかそっち系。あ、ポンデリングのライオンぐらいだったらいけんじゃねえの。この白だけで黒少し使うけどさ、行こう。よしよしよし、決まった決まった。途中ここまではそうなんだけど、いけそうな気がするわこれ。いい感じいい感じ。なんか口の感じっていうか、ちょっと待って、そもそもこれまだパウダーのまんまだわこれ。ちょっと固めた方が使いやすいからな。ちょっとしっかり固めていこうこれ。あでもすごい立体的になった。んあれ中心からずれてない。あ中心があっぶね。作る前に見てよかったほんと。あっぶねー。センターずれてやんのあれ。めっちゃセンターずれてた。なんでこんなんなんの俺。危ないよ。こういうことだな。よしよしよし、ちょっと温泉の雑魚寝場で寝よう。あーよく寝たー。いやーみるみるうちに良くなってきてるじゃないの。よいしょ。いやこれ気づかなかったらどうなってたんだろう。見なかったことにしてたのかな、カズさんぐらいになると。恐ろしや恐ろしや。こんな感じでいいかな、こんな感じでいいかな。あいいっすねいいっすね。ほんでコンクリブロックを使ってまずここまでは混んでいいと思うんだよな。こんな感じ。あいいねいいね。いやただこうなってくると、ちょっと待ってろ、待って。いや合ってるよな。そうだよな。口が出てる生き物じゃないとしんどいのかな。これだけでライオンって表現できるかな。本当にやばい、ちょっと自信なくなってきた。いやでも不可能を可能にしてきたのがカズクラだ。きっとできる。カズクラならきっとできる。ポンデライオンみたいな感じだよな。ちょっと待ってね。コンクリートパウダー作りだ。早い。明らかにこっちの方が早い。上行く手間ないからこっちの方が明らかに早い。よいしょ。あ、そろそろ怖い。これ。シルクたちは壊そう、これも。よし、俺の持てるすべてを出していこう。で、まあ、これが目だな。よし、あとポンデリングのようなちょぼちょぼだな。ちょぼちょぼを、まあ、つけてあげればいいよ。よいしょ。もうちょっと手前、こっちの方かな、ライオンのちょぼちょぼって。オッケーオッケーオッケー、いけてるいけてる。で後ろに隠し脇つぶしでしょう。オッケー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 。あとはそうだな、ボディの部分も少しだけ作ろう。ちゃんと手と足を離させて。オッケー。おしおしおし、ポンデライオンのような風貌、ボディまでサービスしちまったよ。尻尾もつけた。よし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 、オッケーオッケー。ポンデライオンの様子を着てる。見てみよう。ほら流れるようなやつできた。せーの、てねー。おーおー、明日ミスタードーナツ行ってこようかな。あでも湯加減最高。湯加減は最高になったよ。あーよくなった。あーもう体ポカポカだし、ちょっと寝よ。あーよく寝たー。いやーというわけで本日もね、素晴らしい建築できました。いやもう温泉の水の流れができました。これで本当にありがとうございます。あほんで最後、やっぱこういう最近多いんだよな。木曜くまさんですね。将来的に YouTube やろうかなと思ってる高校生です。一日の過ごし方や YouTube やるにあたって大変なこと、楽しいことを教えてください。いや、これはね、話長くなっちゃうよ。まあ、ただね、すごくいいことなんじゃないのかなと思う。決して、今ね、プロ YouTuber になるってわけでもないよな。YouTube だけで食ってくっていうことではないと思うんだよな。とりあえず YouTube やってみようかな、みたいな。ほんで、サブ的な形でやるのがね、一番望ましいと思うね。結果がついてくるんだったら全然ね、もう専業 YouTuber になってもいいと思うけど、まずはね、趣味で楽しく続けるってのが一番のポイントだと思う。あとね、YouTube やってると、喋る力ね、どうやって自分のね、思いを伝えるか。まあ、今回だったら、カズさんのこの建築、みんなにどうやって伝えるかの勉強になるからさ、なんか参考になってね。おかしいな。まあ、でもね、まず自分が楽しむこと。ほんとそれがね、一番大切だから。じゃないと続けることは絶対できねえからね。再生回数とかにとらわれず、自分が楽しめるようにね、まず YouTube の方、楽しんでみてください。ならまたね、もうかなり、このね、温泉良くなってきましたけども、まだね、改造の余地あるんでしたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイキン。